2019年、新モデルが日本初上陸という形で、日本に到着しました。はい。で、まあ来年度からね、僕のガイド艇で使おうと思ってるんですけども、まあ本当に、まあ最初にね、インプレッションとしては、まあまず第一にやっぱりかっこいいなというところから、入りまして、その次にやっぱり、ね、ワイドビーム。今僕が乗ってる、レンジャーのね、モデルと比べると圧倒的にもうワイドビームになってる。はい。で、そこで、まあ、プラスね、ストレージ、ね、本当に釣りをするための船だなっていうぐらい、細部にわたって本当に釣りがしやすいような加工もされてて、本当に、まあ、選んでよかったなと。もうなんか最初から、かっこいいな、この船に早く、ね、浮かべたいなっていう気持ちでいっぱいです。まあレンジャーはね、まあ本当にバスボートといえばレンジャーっていうぐらい、まあ個人的にもやっぱり昔からね、一番乗りたかった船、乗りたかったバスボートでもあるんで、まあ本当に今から楽しみです。はい。もうね、すごい、まあもちろん広くて、あとロッドが入るね、まあ本当に何本入るんだろうっていうぐらい、ストレージも広くて、はい、いい感じで、こちらがロッドクーラーね。もう本当に、しかも深いね、夏場でも安心ですね。はい。レンジャー Z519 にした、3つの理由っていうのが僕の中であって、1つはまず、ボートの牽引をするっていう部分と、2つ目はやっぱり狭い水域だったりシャローウォーターでの取り回しで、3つ目はまあやっぱりランニングコストっていう、まあ、3つの、大きな理由があって、やっぱりまあその中でも、まあ、519、この新型の、ね、519は3インチまず長さが従来よりアップしてる。それでいて、さらに1インチだけどよりワイドビームになってるっていう部分で、本当に19フィートクラスではもうマックスの広さ、快適さが得られるんじゃないかっていう部分で、このレンジャー519を選びました。はい。あと、まあやっぱり最後に、まあ、レンジャーにした理由、2つのやっぱり理由があって、まず1つはやっぱり完全縁構造であること。まずしっかりと何が、ね、故障で起きても船が沈まないことはもう大前提にして、やっぱりガイドをしている以上ここだけは絶対クリアしてほしかったっていうのと、あとやっぱり波風出ても圧倒的なやっぱ釣りのしやすさっていうところがすごい大きい、ね、静止安定性っていう部分が、まあ、他のその船とは圧倒的にやっぱり乗って違うなっていうのを気を持って感じてるんで、ここはもうレンジャーにしかできないですね。はい。あとはね、やっぱり所有感で、本当にバスボートならレンジャーっていうぐらい、個人的にはすごい好きなブランドであり憧れであったんで、まあ、そこはすごい大きいですね。で、まだね、実はね、エンジンがついてない裸の状態なんですけど、エンジンは日坂さんでマーキュリーの、ね、新型のコースロード、そこもね、すごい期待してて、まあ、どんだけの進化を遂げてるのか、ね、今まで、まあ、プロ XS っていうモデルは、2ストロークであったんですけど、それが4ストロークに変わって、どうなるかっていう、ね、その辺も、まあ、次はエンジンをつけて、ね、駆動に出て、そこからまたインプレッションしたいと思います。はい。